おはようございます。福島県です。イージーゴイング、今回は、徳島県の企業篠川へやってきます。普段、トーナメントとかで僕よく訪れるフィールドなんですけれど、そんな時はやっぱりライトリグとか結構フィネス系の釣りを中心にやってるんですけど、このフィールドはすごい巻き物とか、なんていうかね、そういうアクティブに魚が釣れるんで、今回そういった釣りを中心に、攻略してみたいと思います。なんかちょっと濁ってますね。濁ってるんで、これはプラスとして、もう巻き物としてはもうやっぱ濁ってる方が、普段こうクリアで濁りが入る方が圧倒的に魚のそのプレッシャーというか気持ちは弱まるんで、巻き物にとってはいい、すごいいい条件。水温18度ってなってるんですけど、ほんまですかねこれ。なってます。もうそんな上がってるんですね。一気に。ちょっと前まで12、3度やったのにな。あ、そうでした。めっちゃ上がってますね。対岸行きます。対岸、仕事が早いですね。やっぱり巻き物ですからね。スピード調節も今は早いですけど、これで魚が釣れ出してきたらちょっとスピードを変えていきますけど、まだちょっと早く見たいっていうのもあるし、様子見です。まだ
ちょっと流れてほしいですけどね。もう上行くかですけどね。上流れてるんで絶対、このどんよりさはなかなかきつい。よいしょ、こんなでした。白いし小さい。これは開きませんね。とりあえず右、ね、ちっちゃい。そうでもないか。なるほど、幸せ。よいしょ。まあ、ちょっとリアクションしてか。これ外すの大変ですね。来ました。まだまだ。思ってるところで釣れてる感じになるんですけどね。そしたらどんどん釣れ出すと思うんですけど、自分が思ってるところで釣れ出すとこうハマっていくっていうのが川の特徴ですかね。だから今釣れてないリズムでボンボンボン来たじゃないですか。あのまま行ったら釣れないかもしれないし、どっかで変わるかもしれないしっていう、その差がすごい激しいですよね、こういうとこ。ちょいましです。キヨシサイズですか。シャローでした。外れそう。
ね、ちょっと人がかかってる。3、8、そんなないか、3、6このコンバットクランクシリーズ、まあ、シャロークランクですねに使っている音っていうのが僕は今このトルクワーターの66っていう 6.6 フィートのグラスロッド使ってるんですね。で今見てる見てもらってる釣り見て分かるように結構その物とかかかってもすぐババッと外すんですよ。でこの適度な曲がりっていうのがラインのこの一瞬だけビシッて力かけてくれるんで、これぐらいの幅で あんまりこのなんていうんですかグラス以外そのカーボンロッドとかで来てしまうと動きすぎるっていうか、ね、ルアーがもう僕手に馴染んでしまってるんで今もうずっとグラス使ってるんで、で 6.6 フィートっていうこのちょっとショートロッドなんですけどこういう風に操作性がめちゃめちゃいい。ロングキャストも別にそれなりにできるし、あとは外すときに片手でも簡単にこの操作できるんで今僕はもうずっと66っていうレングスでグラスを使ってます。ジャンプ、スタジオに来ました。面白そう。よしよしよし。そうでもないか。ね、シェードでしたね。朝日は。今使ってるルアーっていうのがコンバットクランクの60っていうモデルなんですけれど、まあ、水深が6センチぐらいをトレースできるっていうルアーなんですね。特徴っていうのがそのフラッシングっていうか、ルアーがすごい なんて言うんでしょうね、存在感をすごい出すっていうか、まあ、僕は見ててもそう思うんですけど、なんかフラッシングというかで早く巻きやすい、うん、早く僕巻きたいんで基本的にリアクション性がやっぱ高いんで、なんかその早巻きにはすごい合ってるっていうのはすごい感じます。答えも早いですからね、やっぱ早く巻いていろんなところをやっていくと。で僕今やってる水深っていうのはもう1メーター切ってるぐらいの水深、1メーター切って、まあ80センチぐらいですかね。そういったところをちょっと竿を縦気味にして、しかも早く引くって、ええ、早く引いてルアーのバランスをもうわざと狂わしてやるって、で狂ったところでちょっと遅くするって、そういう釣りですね。で流れの中にも入れてその流れを利用してまたルアーをちょっと狂わせるっていうか、ええ、さっき言ったのもそういう感じでしたね。最初早く巻いてちょっとゆっくりする。早く巻きすぎるとやっぱルアーどっちかに上がってきちゃうんです。その寸前で止めるというそういう釣り方を今はやってるんですけどね。すごい浅いところで止めるというかちょっと遅くするというかリーディングを基本は早く引いてるんですけど、早く早く引きすぎるとね外れそう。よいしょ、ね、
った通りでしたね、速くしてバランス崩した瞬間に戻してあげる。崩しっぱなしだとルアー飛び上がるんで、その今その瞬間にこいつは食いましたね。でかかった、うん、あ、来た。あ、この先のくらいがちっちゃいね。バランスガーッと崩した時に下からブワーッと出てきたんですけど、食い損なったんですよバスが。で追いかけてきたんですけど近すぎた。リアクションしかダメですね今のところ。吉田氏魚です。吹きままでした。終わりますか。終わりますか。あ、来た。終わりましょうか、ゆうたとさん。やります。来ました。
お疲れ様でした。今回ですね、この旧吉野川、このシャロークランク、コンバットクランク60というので、もうほぼやりきったんですけど、見てもらって分かるように、すごいシャロー、浅いところ引いてるんですよね。で、これからの季節でいうと、もっと魚はアクティブに浅いところに上がってくるんで、ベイトって。そういった時にはこういうふうにリアクションなんですけど、すごい早く巻いて、今回のような、ちょっと変わった使い方をしてみるのもかなりありかなと思います。で、まあ、これから、まあ、各地でこういう浅いところでは、すごい使えるルアーなんで、ぜひ使ってみてください。